入ってこないっすね。返事もないね。楽しくなりなかったんだよ。入ってない。お父さんって実車の運転したことある？実車はないっすけど、やろうと思えばできます。あ、そうそうです。あの、場内運転の資格みたいなのがあるんで。それだけ、ね、実際に帰ってますか。同じ列車に行って入れ替わり入れ替わり、まあ、何人かデッドマン作動させて、はい、急ブレーキを体験して、停止位置競争だったんだけどさ、はい、一番定目に近い人が勝ちっていう、はい、まさかの延長戦に入って、その戦いがあった。俺ともう一人が定目0センチを記録して、はい、サドンデスで難しいことにさ、まあ、それ当然研修来ないなんだけどさ、はい、研修校っていうか、はい、作戦なんだけどさ、はい、肩勾配でさ、こっちに行くときとこっちに行くときでさ、ブレーキの感覚変わるの、はい、ああ、そうですね。運転台側で変わってくる。練習のときと向きが逆であるんだよね。停止時目標ないところに合わせるのも難しいっすよ、うん。俺ら最近あれか、コンプレッサーの切り替え作業やってるんですけど、ね、うん、アフレアはこういう人がやってくれるんですけど、コンプレッサーの、止める位置、うん、あ、無線で指示出しながら、でたまに過ぎちゃうんですよ、ね、うん。ああ、ちょっと20メートルぐらいバック。名目も、まあ、簡易のっていうかさ、ああ移動のやつあるの、あれだったんだけど、全然運転手行ったら見えないし。